中年 A 小木山です。中年 B 森重です。中年と中古車始まります。というわけで今日は森重さんと2人で車に乗って練馬区の光が丘ですか。そうですね、ね、来ました。光が丘公園がドーンとあるところです ね。今日は何を見に行くんでしたっけ。イタリアの至宝、はあ、マセラティですね。イタリアの至宝、森重さんじゃないよね。僕日本人なんで。でもちょっとこの間のほらあの牛のやつとか見てると中南米っぽい感じもしてたなと思って。ペルーとかあっちの方ですか。そう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 。あ、なるほど。なんかアンデス山脈であのアルパカとかの製品売ってそうな感じ。いやまあ車好きだったらね絶対マセラッティっていつか、そうそう、誰もが欲しいなと思う、ね、でも壊れんじゃないかみたいな、まあそれ不安あるよね。そうそう、中古車ね、ハモっちゃったね。そうそう、うん、今僕はこのアウディの A3 って車に乗ってるんですけど、だからこういうまあ本当に真面目で壊れなくてエリートみたいな、そうね、車からやんちゃなマセラティに乗り換えたらどうなるかっていうところもちょっと気になるんでね、行ってみたいと思います。今回は東京都練馬区にありますマセラティの専門店マイクロデポさんにお邪魔しております。中年 C の岡本和久です。この会社の代表をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕はあの車の雑誌やってた頃に、はい、だから 2,30 年前なんですけど、はい、よくあのお世話になって取材をさせていただいてたんですよ。相当前だね。だからその時からマセラティ一筋というか中でも、まあ、ビトルボシリーズ、ビトルボシリーズ、はい、ビトルボっていうのは、はい、簡単に言うと、はい、どういうそのカテゴリーになるんですかマセラティ。まあ、そうですね、あのマセラティビトルボという、まあ、クーペの小さい車が昔ありまして80年代の頭ぐらいから売られたんですけれども、そのマセラティビトルボっていうのは、まあ、ツインターボっていうマークですね、うんうんうん、ビターボ、そうですね、うん、はい、バイターボ、世界で初めてのツインターボ搭載車ということで、はい、あのまあ、これは当時としては画期的なものだったんですけれども、うん、まあ、その後、まあ、日本でいう2000年代の頭ぐらいまで売られたモデル 3200GT まで、あ、その辺を、まあ、ビトルボ系マセラティというふうに呼んでおります。今日はじっくりビトルボのバイヤーズガイド的なお話を伺えればと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速これすごいですね、はい、僕初めて見たんですけど、はい、ロイヤルじゃないですよね。ドア2枚ですもん、はいはい、あのマセラティキャラミ、キャラミ、はい、キャラミ、これがキャラミ、懐かしい名前がすごいですね。スーパーカー世代には初めて見たわ。すげえな。これはそれこそデトマソ時代の、そうですね、あの、まあ、デトマソさんがコントロールするようになって、はい、ビトルボより前に最初に作ったのがこれなんです。まあ、当時のデトマソロンシャンのプラットフォームにマセラティの顔とエンジン乗っけましたっていう、そういう車です。はい、エンジンはこれ何が、これエンジンはあのこのキャラミは、はい、まあ、キャラミの中でもちょっと特殊なキャラミ、あの 4.9 ってやつでして、はははあの通常キャラミのエンジンよりもパワーのある 4.9 リッターエンジンを積んでるという仕様です。はい、すごいっすね。まあ、なんかの蒸気機関車みたいなもう見た目もあの、まあ、ごつくてごついっすね。はい、本当にこうまんまギブリとかボーラって感じですよね。まあ、そうですね、あのもう本当にエンジン自体の作りはねその辺のと基本的に同じっていう感じになりますんで。いやー素敵な思い出になりましたね。いきなり、満腹です。これはだから年式でいうといつぐらいのものなんですか。まあ、これですね、はい、あのこのモデル自体は70年代の後半からあるんですけれども、はい、最終期のものは82年ぐらいまで流通はしたんじゃないかと思うんですけどね。でこれがあってその後が、まあ、これが4代目のクワトロポルテになるんですけど、これはデザインは誰が、これはあのマルチェロ・ガンディーニ先生、ね、ガンディーニなんですね、はい、あのは、まあ、カウンタックデザインしたことで、まあ、非常に有名な方なんですけど、
やっぱりこれ触れないわけにはいかないね。わ、僕の大好きなシャマル君を。マセラティは歴代その社名をなんか風の名前、はい、をつけるんですよ ね。だからシャマルっていうのもどっかの風の名前、どっかの風だったカリフもそうですね。カリフ カリフもシャマル、ボーラなんかもそうですね。ボーラもそうですね。ギブリも風の名前なんですね。みんなその風の名前シリーズ、ね、まあ、風の名前シリーズかサーキットの名前シリーズっていう、まあ、どっちかっていう感じですね。まあ、あの先ほどのキャラミはキャラミサーキットからですし、なるほどなるほど、それからセブリングなんていうのもありますね。あ、はい、それもねあんまり仕上がってない見た目なんでちょっとあれなんですけど、あ、全然いいです全然いいです。はあ、これインテークのチャンバー黒だですね。これね、写真ここですね、今言ったインテークチャンバー、そうですね、はい、ここは、はい、サージタンクの部分の色がまた違いますね。すごいです、なんでこんなの持ってるお医者さんごっこかなんかそんなお医者さんごっこだったらまた使うものが違うでしょ。すごいですね、これどうなってるんですか、こんなとこに。ここコイルがあるんじゃない、そこにコイルが上がり込んでる、はい、こっちのクアトロポルテはダイレクトイグニッションだからもうここにイグニッション、うん、あのコイルがついてるんだけど、うんうんうん、結構熱でいくんだよね。うん、でまあこっちの方が時代は早いんだけど、昔の車だけど古いってことね、うんうん、まあこうやってるんだよね。 V8 4カブ32バルブ、うん、なんかちょっと風情があるなあこっちの V8 ね。なかなかこの造形は今の車では見られないですよね。今回も実際に乗せていただけるということで、はい、ぜひプチドライブよろしくお願いします。今日はこちらでご用意いたしました。ありがとうございます。素敵な色ですね。これなんていう色ですか。あの アズーロアルゼンティーナ、あのアルゼンティーナ、要するにアルゼンチンブルー、ね、なるほどなるほど、はい、やっぱりアルゼンチン GP っていうのがグランプリレースがありますので、あのそれにちなんだネーミングになるんじゃないかと思います、はい、これまたドアがすごいですよね。限りなく90度だよ ね。でリアもギアを開けると、ちなみにクワトロポルテとは4つのドア、リアも開くよね、はい、すごいねこの革に、すごいねもっちもちですね。まあとにかく金時計ですよね、まあ、そうですね。よいしょ、ああ、いいっすね。ここのサイドのところがスウェードなんでね、この差がエレガントですね。この、クワトロポルテっていうのは、うん、はい、あれがあるんですか、前期中期後期みたいな、まあ、そうですね、うちだと、うん、まあ、例えばうちのホームページなんかだと、はい、あの便宜的に6段階ぐらい、あ、そんなにあのつけてるんですけれども、まあ、細かく言えばもっとあるんですけども、ね、はいはい、あのまあ、初期のモデルの方が、はい、クワトロの4代目の場合はやっぱりこう手作り感が非常にありまして、もう本当にあのその辺にある工具と人だけで何とか作りましたけどそれが、まあ、今たまたまここにある白いのと、でこちら あの アズーロアルデンティーナっていう色なんですけども、はい、あのこちらの2台は、まあ、本当に最終期のモデルで、これは、まあ、V8 のエボルツォーネっていうやつですね。これはじゃあ V8 が、そうですね、 V8 のエボルツォーネ、ちょっとエンジンを見せていただいてもいいですか、はい、まあ、これが V8 の、まあ、マセラティのビトルボーエンジンの V8 のやつ。いやー、これはずっと見てられますね、なんかね、美しいですね。まあ、こうね、ロゴもいいよね。で、まあ、昔の昔って言ってもね、ちょっと前のような気もするけど、まあ、見えるっていい ね、うん、ご覧のようにマセラティ車っていうのはね、あの、まあ、この車あたりになるとだいぶそうでもなくなってるんですけども、うん、パッと見た目、とにかく左右をね対称に、あのシンメトリーに作りたがるんです。これはまあ上から見ても下から眺めてもそうなんですけど、左右を何しろ対称に対称にこう作りたがる、うん、これはあのカウンタックカットと俗に言われてるやつで、半分こう隠れてるという、このくさび型になってるシェイプのリアフェンダー。知らなかった。これは空力を考えて、いや、まあ、かっこいいからでしょ
イタリアの、ね、デザイナーの方はね、はい、もうやっぱりこう作りたいと思ったらそのまま作らしちゃうようなところがあるんで、はい、これはもうお客さんついてるんですか？いや、今絶賛販売中なんです。そうなんですね、ええ、いやー綺麗だな、まあ、ちょうど今日はこの近所の光ヶ丘公園が、はい、桜の見頃がもう本当に今日で終わりかなぐらいの感じ。なるほど、ギリギリですね。ね、今年は本当花見ができないから、できないんで、車の中 で、 そうです、ね、しかもねこのマセラッティの中で見られるなんてちょっと幸せかも。これは4段 AT なんですか？はい、そうです、4速の4速ですね。ただあの、ま、マセラティのオートマ車の、ま、4速ミッション車は、はい、トップがねあの100キロ以上じゃないと入らないです、ですからもう街乗りではトップ入らないです。あ、じゃあもう2と3でもう2、3、2、3という感じになります。へ、はい、でトルク太いんでね、もうそれで十分は十分なんですけ ど、 なるほど。これマニュアルっていうのは本国とかあるんですか？本国にもあります。で日本にもあの本当にごく一部ですが存在はします。ただ、まあ、マセラティのマニュアル車はもうやっぱり伝統的にローがウルトラローのギアレシオでして、もう3速ぐらいまで本当になんていうのかすぐ吹け切っちゃうって感じなんで、もう変な話4からでも走れちゃいますから。へー、あーやっぱ音いいっすね。なんかシャンシャンする感じだな。早い早い。小回り結構効くんですね。意外と効くんですよね。同じ時期のアルファロメオのねあの同型ぐらいのまあサイズのものですか、はい、まあ、FF だっていうのも相まって全然切れないんですけども。全く切れないですよね、僕もそれでもうパワーステオイルダダ漏れさせちゃいましたもん。164とかね、はい、もうあの辺のやつは本当切れなかったんですけど、あのクワトロポルテはねあの意外とよく切れる車です、ですね。吉井さん、後ろの乗り心地はどうですか？後ろいいよ、うん、でドアこれだけ開くってやっぱり女性は乗り降りするときいいよね。なるほどね。さすがマセラティ、ラグジュアリカですね。いいね。シャンシャンしますね。いや今日は満喫しました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。マセラティのリトルボの世界を、はい、満喫していただければありがたいです。いやディープですね。ね、でもね天の届かないものじゃないんだなっていう。あなたもマセラティで人生変えちゃってください。本当変わりますよ。すすいろんな意味で変わりますね。変わります、うん、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰り際にあの岡本さんが、まあ、こんなご時世なんであの今日乗ったクワトロポルテ、うん、ポルツァのスペシャルプライス用意してるからっていう風に言ってたんだよね。まあ、他の車種も含めて、うん、あのクワトロポルテはエボルツヨネで走行が31,500、うんうん、まあなかなかもう出てこない感じだよ ね、まあ、走行距離だけが中古車のポイントじゃないけども、うん、欲しくなっちゃったよね。いや本当本当そうだ。4枚ドアあってね家族4人乗れて、うんうん、であの見た目だからまあもちろんね一筋縄じゃいかないってのもわかるけど、うん、でもまあ、まあでも一番普通に乗れるマセなんじゃないのかな、うん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 、この90年代中心に行くとね。そうですね。だからまあ車好きだったら絶対一度はマセラッティって考えると思うんですよ、うんうんうん、そうですね。であの辺か 3200GT ぐらいが結構理想と現実のいいバランスの部分なのかな。クアトロポルテ改装になったから、まあ、あんなクールでねエレガントなフォードセダンの形ってねないから ね。いや似合いますよ絶対。あ、イタ車はいいね。うん、乗ると活力が湧きますよね、うん、本当。このご時世なんで家にねいることが多いと思いますので、ぜひまた次回も楽しみによろしくお願いします。よろしくお願いします。じ
ゃあちょっと探しに行きましょうか。何を？何を？いや、のりしげさんの帽子。そうね。